はい、こんにちは、こんばんは、レイです。今日はね、翌日が、まあ、彼女とね、デートしてくるという形になってますんで、今回ね、とある、まあ、ダムの方に行って、でダムのところは登山口みたいなね、低い低山なんだけど、まあ、登山口みたいなのがあるんで、まあ、ハイキングをやってこようかというところで、で、まあ、彼女の方からねリクエストがありましたんで、ハイキングか登山かドライブということで、前大人の休憩所行こうと思ったんだけど、それ言っといたら布石を打たれまして、大人の休憩所なしよみたいな状態の、メニューをね叩きつけられまして、反省ということで、もう健康的に、アウトドアをねちょっとトレッキングやってこようかなというところで、まあね、自分の方は場所は選びました。後でね行ったところ、紹介をねしたいと思います。どんなとこだったのか、なんかね、初心者でも行けるのかとかね、で皆さんにもおすすめできるようなところなのかとかね。でランチもね今ね2軒ね、なんか美味しいレストラン、田舎なのに美味しいレストランでね、ホームページもしっかり作り込んでる、ところがあったんで、それか古民家風の和食のご飯屋さんがあってね、そこがね非常に面白い、ところなんで、本当に古民家を一軒家を改装してね、昔ながらにやってる感じのねこう、もう雰囲気バリバリ醸し出してるようなね写真ではね見て、そこへ行くかというところで一応提案してみました。で珍しくね彼女からだいたいデート終わったその日の後にメールが来て、1回か2回で終わるんだよね。でそこからまた次に会う約束だけはしてるんで、まあ時間は決めてなくてね、でそこまでの間全然ないんです、来ないんですよ、連絡が来なくて、でほっといたんですね、もうしょうがないから。いやあまりにもでもほっとくと、まあ、これはちょっとどうなるのかなと、当日困るなと思って、一応こっちからもメールじゃあそろそろしとくかなとか思ったら、なんと彼女からメール来たんですね。まあ以心伝心っていうやつですかね、これ、ちょうど送ろうかなって文章打ち始めたところで送られてきたんで、おおみたいな、今送ろうと思ったよみたいなところで、まあデートプランみたいなのを一回提示したら、それは却下されたんですよちょっとお泊りコース入れてるねプランだったんだけど、なんか友達と会うから、その後の夜からまあなんかボーリングやって ねホテル行ってとかずっと辛いと、そして登山とかハイキングってなるからハードすぎちゃってちょっと辛いのでとか言って、いつも元気な彼女がまあちょっと夜を避けるために多分断ってきたのかよくわかんないけどね、よくわかんないんだけど、そんなこと言ってきたので、もうじゃあいいよということで、じゃあいいよって子供じゃねえんだから、じゃあねそんなこと言わないよ、実際に本人には言わないけど、じゃあしょうがないなと思って、まあハイキングっていうか低山のね山登山の軽いバージョンみたいなねトレッキングをやろうかなというふうに、思いまして、今ねボードの上はゴアテックスっていうのがね俺持ってるんで、それを今用意して、ボード用のもう服ですよ、上はね登山にもね使えますんで、ゴアテックスなんでね。で今度釣り用のなんだっけクロロプレーンだっけ、なんかダイビングとかの上ねウェットスーツと同じ素材のグローブがあって、指がここの先端だけ3本指の先端だけカットされてるやつがあって、まあちょうどねスマホとかいじるのもいいしね、なんかあった時に電波つながるか分かんないけど、で釣り用だから竿こうやってね握ってリールをね巻くときに素手じゃないとやっぱ手袋の状態だと感覚がわからないんでね、であと魚が食べたときに振動を伝わるのにやっぱり素手の方がいいんで、そこだけはね指が出てて、まあでもあったかいんでね、まあそれやってあとネックウォーマー一応リュックにねちっちゃいミニリュックあるんでね、いつも持ってそれに入れて、まあアディダスなのいつもの動画で使った帽子ですよ、あれもちょこっと入れといて、あと耳当てね、耳当てるやつをイヤーマフラーってなね今はね昭和だよな耳当てなんていうのイヤーマフラーの方を
前に買ったやつ、3年前ぐらいに買ったやつがあっちょうだったんでね、折りたたみ式の、それ持ってこうかなという。で下はね、あのちゃんとヒートテックの、あの下ズボンの下に履くやつを履いて、冬パンの、デニムがあるんで冬パンのデニム履いて、雪山用の、ブーツみたいなね、ちっちゃい簡易ブーツがあるんでそれを履いて、で飲み物とかあとね、非常食一応何かあった時のために、非常食入れて、行こうかなというふうに思ってます。なんかねこう体を動かすでね、本当はこの寒いのにねわざわざなんで山行くんだよみたいなところがあるんですけども、もともと俺もインドアだったんでね、どちらかというと車で走り屋とか昔はねやってて、それで冬はもうね凍っちゃったり雪降っちゃって乗れないからね、車はもうスタッドレスもね買わないし、でもう車でね、あとはぬくぬく部屋でね、部屋で過ごすとかね、やってたんですけども、まあ、そういう相手ではなくいつも常に動いてる感じの、彼女なんで、そして冬でもハイキングや、登山スポーツジム行ってるんですよね。だからまあ活動的な人なんで、自分もまあせざるを得ないって、本当はしたくないんだけど、でもねやっぱり相手と一緒になれば自分は楽しくなくてもそのうち楽しくなるんでね、ちょっと前の動画でも言ったように趣味が違ってても相手の趣味に合わせてやってみると意外と楽しいっていうね、こともありますんで、前にだからカレーのね、ジビエね、鹿肉のカレーを、食べに行って、その後登山口があったんでね、登山軽くしたわけですよ。頂上まで行かなかったですけど、かなり距離があったんで、あと1時間ってとこで3時過ぎだったから、あこれやべえなと思って、ね、夜の山はおからないですからね、だからそういうのもあって、まあなんかねスタスタ登れたんですよ。で台風の影響で崖崩れで、なんかね道が崩れてるとこもあったけど、そういうとこもひょいひょいっつってなんか行けてね、あなんかできるじゃんみたいな感じになって、年齢がいってる割には俺動けるぜみたいな、ところもありますんで、まあ舐めてはいないですからね、山は舐めたら危ないですから、まあそこはね一応入山の際は手帳っていうかその書くやつがあってね、その誰が登ったっていうの名前と住所みたいな連絡先みたいなあるんで、それもねちゃんときちっと書いて、チャレンジしてみようかなというところ、前からねそこはねトレーニング用にいつかね行ってみようかなっていうことは思ってたんだよね。ただ登山とかあんま好きじゃなかったんでね、 あと春とか危ないでしょ、熊とか今出るから噛まれちゃうからね、いろいろイノシシとか出たら、で今寒くなってまた多分動物がこれで眠り出してるはずなんで、まあなんか出てきても仕留めやすいかなっていうところでね、タッつってタッつってできるか分かんないけど、まあ動物の動きも鈍くなるはずなんでね、あとはマムシとかねそういうのもいても、この急激な今寒さで、また活動停止になってる状況ですから、まあ安全かなというところで、行くなら今しかねえのかなという感じですね。まあそしてプランね、デートプランにそれちょっと出してみました。で自分の方はもう有給も出して、今回ね4連休今楽しもうとしています。でまた週明けて、出てって、まあ3日出てって、そうだよね、3日出たらまた土日休みっていう形になるんでね、2月ね稼働日少ないですけど、まあ社員だからね別に稼働日少ない方がねありがたいんで、ね、固定給なんで、まあそんな感じでね、人生どっちも楽しもうかなって、まああんまり仕事楽しくないね、楽しくないけど、まあやっていこうかなと。でまたデート後のね報告をねしていきたいと思います。でその連休中にどこかまた埼玉のいいところ、撮影できたらなと。でそこはね彼女仕事なんでね、自分はまだ1日しかそこの連休のうちの初日がだから彼女デートということ でその後ねフリーなんで、で本当は月曜日にね有給取ってるんで、ボード行こうかなと思ったんだけど、なんかいまいち一人だと、前はね一人でも平気で行けたんだけど、なんか最近ね寂しくなってしまって多分ずっと彼女とかと一緒だったからね、彼女と一緒だったから、なんか寂しくなってしまって行けなくなっちゃったみたいな
何甘えてんだってところでまあまあそんな感じこんなで、翌日デートしてきますんでまた報告いたします。中年独身男の、ブログ動画でした。じゃあね。